あと表情もめっちゃ最後今までよりもめっちゃ笑顔っていう感じの、多分嬉しさと普通にその歌詞のあれともあるんだろうけども、えめっちゃ良かったと思った。そのお世辞とかじゃなくてガチですごいと思ってドラさん9にさっき入れました。ドラさんのゆうかちゃんとまいちゃんがいるところの LINE に送りました。ね、すごいよね。え、そう、まいちゃんの笑顔がめっちゃ、え、なんかまいちゃんってさ、笑ってもこう口角上げる笑顔なイメージだったけど、まいちゃんが歯出して笑ってるって思って、あーってなって、あーってなりました。すごかったね。もう、他のメンバーは今日は逆に21時までレッスンがあったんですよ。でみんなで M ステ見るために巻こう巻こうってなってたんだけど、負けなくて21時に終わってやばいって思って、何分ぐらいに出演するっていうのだいたい聞いてたからだったんですけど、やばい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 ってじゃあ走って帰って、そう20分前に家着いてってなって見ました一人で。なんかね、レッスン上のテレビでなんか見れるみたいなのあったけど、お家で一人でこう落ち着いてみたいなと思って。そうだからね、今日レッスンがね21時ぐらいまでだったから、え間に合わんかったらどうしようみたいな感じだったんですけれども、その今日かレッスン上着いた時に、え大体何時ぐらいかって分かりますかみたいな聞いたら、何分ぐらいって言ってたけど前後すると思うけどこのぐらいだと思うよって言われて、それはもう分かりましたって言って、だからね今日は急いで間に合えてよかったです。M してよかったですね、マジでマジでマジで。すごかったね。そう、何分ぐらいって言われてたけど、そのどのぐらいかが分からなくて、急いで帰りました。ね、実況を3個ぐらいツイートしたのでぜひ見てください。録画もちろんしてます。今日無理だったら録画で見ようと思ってたので、もちろん録画バッチし。みんな可愛かったね、マジでいいなマジでいいなマジでいいな。ちょっと自己紹介しとくね。じゃあ私の、もしかしたらね M ステを見て来てくださった方とかもいるかもしれないので、ジェータンさんかわいい、ビッグボスさんハートありがとうございます。 M してよかったですね。ちゃんとなんかパフォーマンスだけじゃなくてさ、こうなんかね、こうダンスリリックビデオ、ダンスのあのビデオ流れたり、秋元康さんがとかこう書いてくださったとか、こうなんかねいろいろ説明みたいなのがあって、おめでたおめでた。え待って、今日私さ服もさティムだからさ、すごい茶色なんだけど、すっごいすっごい茶色。コキンさんハートありがとう。ドゥ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 。そうでもね、やっぱこうね、コロナ禍になってから見てる方は分かると思うんですけど、 M ステこうなんかね登場シーンっていうかなくなったりさ、もうほんまにパーテーションもあるし、何も
もう人との人との間隔がすごい広いから、あんまりねその全員並べないんですよ。もともと全員並べてないんですけれども、本当に各グループから 2,3 人とかが多かったから、だからもしコロナ禍じゃなかったらさ、え、でもさ最後らへん STU めっちゃ左側に固まってましたよね。左側にさ痛くないですか？ 6、7人ぐなんか6人ぐらい いた気がする。いっちゃい左端にパフォーマンス終わった後に、え、いたよねいたよね。なんか本当は多分ねなんかもっとね真ん中らへんに行けたのかもしれないけど、え、そうそうそう、タモリさんの横にね毎回ねアーティストさんが披露する前にさ、タモリさんの横でこうしゃべトークして、でそっからあのパフォーマンス準備行ってくださいみたいな、こうパフォーマンス準備してみたいなあったからね。確かにね、しかも今日めっちゃ多かったですよね。9組いましたもんね。でもいいなーいいなーってなりましたね。いいなあ、あんないっぱいツイートしたけどもう羨ましい、空ハモ出たいなりましたね。だってさ M ステってさマジでさ、マジでさ、え、何年、めちゃくちゃ前からありますよね。ママが生まれたとかそのぐらいじゃない、ママの年ぐらいじゃない、知らんけど1980何だっけ、6年だったっけ、なんかみんなのティッシュに書いとったね、1980何年みたいな。もういいな、頑張ろう、空も選抜メンバーに選んでいただけるように。でもね、選んでいただいたとしてもミュージックステーションさんとかもう本当に初の上シングルが尋常じゃないぐらい音楽番組に出演させていただいてるんですけど、他のシングルはまあ、でもありがたいことに歌コンとか毎回出演させていただいたりとかしててあれなんですけど、8枚目がほんまにめちゃめちゃね、いろんな歌番組とかメディア側めちゃくちゃ多くてあれだったから、次のシングルからどうなるか分かんないけども、でも次のシングルもねまだ発表されてないけど、9枚目、10枚目、11枚目とね、またいろんな歌番組さんに呼んでいただけるように、このこういう STU のこの波を崩さないように、こう下がらないように、こうならないように、こうどん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 上がっていけるように頑張らないとですね。天然うなぎさんお餅ありがとう、イケアスさんかわいい、ぶどう、バンジラモンスターさんハートスキャありがとうありがとう、こんばんは。世界的な、そう、世界のねその戦争っていうかあれをね元にしてるっていうか曲だからあれなんですけれども、頑張ろうね、りょうさんだるまありがとう。でもね STU にはね、そのあもちろんさ分かる、その昨日も話したけど選抜メンバーさんのさあのこうピックアップされるのはすごいわかるけど、選抜メンバー以外のメンバーもすごいんだぞって思ってるので、それがねいろんな方にこの、まあ、この曲を通してこの曲がいいっていうのももちろんあのね知っていただきたいんですけれども、あの16人以外にも ST48 にはいろんなメンバーがいるんだよ、新しく入った4人もフレッシュでめちゃくちゃいるんだよ思って、ね、知っていただけるようにこうねこうパフォーマンスできる機会とかあるときはねより頑張りたいですね。なんか今日ねその二選抜っていう方あんまり好きじゃないからあれなんですけど、 M ステムに出演しないメンバーで今日は花垂公園のレッスンをしてきたんですよね。でそれが終わった後にダンスのね先生がね、すごいいろいろお話ししてくださって、なんかめちゃくちゃこうグッときて、なんかこう
もちろんさ48グループは公演が公演会いに生きるアイドルっていうコンセプトでこう公演をやるっていう感じだけど、まあ、今は ST48 結構フェスとかが多くて、まあ、そのフェスも PR 舞台とか16人とかが主なんですけど、こう花だれ公演っていうのを始まったけど、公演も月に 1,2 回とか 1,2 回っていうか2日とかしかないから、そのパフォーマンスできる機会もこうあんまりないからこそ、もっとその一個一個演当たり前だけどめちゃくちゃ大切にしないといけないし、こうメディアとかもそう STU48 は8枚目ですごい音楽番組とかのメディアも多くなって、見られる見てもらえる機会が増えてとか、なんか本当になんか本当になんだろうね、なんかこうもうマジで先生の話聞いてふわってなって、めっちゃ心に染みたんですよ。なんかもっと選抜じゃなくて ST48 の代表してこうどっかに行くとかはあんまりないけど、なんかそういう代表じゃないけど引っ張っていけるメンバーになりたいなってめっちゃ思った、改めて。なんかねめっちゃね本当にねもうねすごい良かったです。ダンスの先生がめちゃくちゃなんかお話ししてくださったんだよね。でも本当に M ステすげえな、え M ステだよ、 M ステってもうだってさ、あのなんか M ステ出演発表された時、あアットジャムの時に発表されたのかな、アットジャムの時に発表されたのかな、それのさあのツイッターの動画見た時にみんながびっくりするぐらいリアクションっていうかをあのびっくりしてたし、あのシンプルに泣いてた、あの嬉しくて泣いてたからとかもいるじゃないですか。そのぐらいのやっぱ M ステって本当にそのね紅白歌合戦とかもそうだけど、本当にね STU でこうねミーティングっていうかこうお話をした時にミュージックステーションさんに出るとかっていう目標を本当にね掲げてたんですよ。ミーティングがこうメンバーっていうかスタッフさんもある時に言ってたりしてたので、その時はやっぱり無理だろうっていうかまだまだ出れないだろうって思ってたから、なんか本当にすごいよね、そう思うとすごいよね、やばいね初出演は出れなかったけど、また ST48 がね M ステとかそういうなんか出るってなった時に私も出れるよう頑張ろう。とりあえず今日は夕方3時ぐらいからご飯を食べてないのでもうびっくりするぐらいお腹が空いてます。みのさんハートありがとう。長かった、そう一期生さんからとかしたらね、私もまあ1年後とかに帰ってきたからあれなんですけれども、ほんと一期生さんからしたらめちゃくちゃ5年っていうのは長い道のりだったのでね、改めてすごいなって思いました。スウェディさんはいたありがとう。みんなもじゃあ見てたってことは私も見てたから同じ時間帯に見れてた。いろんなことが重なってって感じなのでね、ありがたい。秋元さんが ST48 じゃなくて違うグループさんにこの曲をね書いてたかもしれないし、この期間にシングルが発売されるってなったから、多分そのねあまりお話はねしない方がいいけど、こう戦争の時期と重なってたとか本当いろいろあるからあれなんだけど、でもなんか複雑ですよね、そう思うと。なんかすごい嬉しいけど
戦争ってさ良くないことっていうかもうじゃないですか、あまり悲しむじゃないですか、誰も喜ばないことだからさ、あれなんだけれども、だから難しい、なんか考えすぎたらすごい、そう遡っていろいろ遡ったらなんかあーってなるかもしれないけど、でもこうね嬉しいよね。かまちゃんさんありがとう。どうも ST48 のシナのソラハです。ちょっと前髪を切っちゃって、前髪がちょっと上がってるんですけれども許してください。明日はお話し会楽しみだ。なんか涙袋がキラキラしてる。でも終わりたい、めっちゃお腹空いてるからお腹鳴る、みんな聞こえてるでしょさっきから。食べよ。今日は揚げ鶏と奈良チキンを買ってきました。両方チキンっていう、両方チキンやないかーい。揚げ鶏と奈良チキンを買ってきました。お腹が空きましたので食べまーす。これはお奈良チキンだ。こんな時間に、こんな時間に食べちゃダメだけど、今日はまだハラミと白ご飯しか食べてないので許してください。本当は配信前に食べようと思ったんですけれども、ブログとか話し会のロードカルテとかしてました。揚げ物、何焼き豚丼、あ、わかるかもそれ、どんなんか。うん、ローソンの唐揚げくん大好きです、めっちゃ大好きです。と明日のお話ではドラさんでお揃いです。明日私が会場に忘れたらゆうかちゃんもまいちゃんも着れないからちゃんと持っていきます。この中に入ってる、マジでこれ忘れたら終わるからちゃんと持っていかないと。うっ、赤麺、他麺すごい、初めて絶対来た人なんでこんな食べとるんと思うよな。レッスン終わりでちょっと腹ペコ青虫なのでこんな時間で罪な時間なんですけど、最近ちょっと痩せてきてるので許してください。うん、みんな今日お話し会の追加で決まったお話し会の画像を作ってツイートしたので、夕方にぜひ拡散とリツイート、拡散といいねお願いします。唇トゥルトゥル、もうグロスじゃなくてこの油でトゥルトゥルになっちゃった。なんて読むんですか英語、エクストラエディションか。はじめ意味が分からなくて
調べたら番外編ってことだったらしい。番外編って言葉よく聞く。 STU ラボこの前番外編だったし、番外編ってよく最近聞く。番外編うますぎる。マジで今日結構ね踊ったから。もう汗がくたくたです。みんな申し込んでくださいましたか？もうお話し会。まだ3枚しか申し込めないよね確か。明日申し込むか決めます。それはお話ししてからってことですね。申し込んだ。お、ありがとう。バンマカバーン。そう、今回のね直接のやつはさ、もう何そのお花オンライン申し込んでないと申し込めませんみたいなやつじゃないから、普通の握手会みたいな感じだよね。普通タイプ。みんな頑張ろうね。頑張ろうね。横浜、それな、直接が横浜。そうなんですよね、瀬戸内じゃないんだって思った方もいらっしゃるよねきっと。なんで横浜なんだろう。私も広島かと思った。横浜、広島じゃない。書いたよ。ちょっとね色を塗ってないから、ちょっと色を塗りたい。色を塗りたい。どう？確かに関東の方はね嬉しいよね。そう、え、てかさ今回さ3対称、半分3対称なんだけど、3対称そんなにたくさん切れちゃう。三対称たくさん来ちゃう。三対称。え、みんなやっぱりさパシーコの方をさ申し込むの方が多いのかな。え、てかさ今回私567しかなかった私567しか出勤しない。
部567。めっちゃ分かりやすくない？みんな一緒なのかな。関西圏、それなんですよ。もっとね、関西で私もお仕事したいんですよ。もう関西民としてはめちゃめちゃ関西の方でお仕事したいです。だからちょっとずつ関西に帰った時、いろんな兵庫のものとか紹介していきたいと思います。オンラインお話し会は10月16日と11月20日、12月25日、3日間。なんか9月23がラストなんですけど、8枚目シングルは。でそれの番外編、ちょっと英語読めないのでちょっと番外編にします。スラハルームでは番外編ではこちらの3日間、そしてこちらがオンラインじゃなくてもう直接会えるよってやつです。あの8枚目シングルだったら、あのなんていうんですかね、お花オンラインの買って、そっからあのシリアルコード入れるみたいなやつが、今回はそれじゃなくなって、この直接あとお話ができる、もうこれの件があります。こちらが12月17日パシフィコ横浜です。みんな待ってます。なんかね、そらはさ、あのやっぱいろんな方に来ていただきたいから、コスプレとかにしようかなと思ったんですよ。よもよもコスプレにしようかなと思ったんやけどな、よなのよなやってよコスプレにしようと思ったんですけれども、あの半分がサンタ衣装で私服じゃないんですよ。私服じゃなくて半分がサンタ衣装だから、まあし、あのなんだろう、私服にしようかなって思ったんよね。エクストラエディション、エクストラエディション、お待ちしてます。頑張って。完売っていうね、文字が、完売っていう文字はですね、8枚目では一度も見れず、一度は見れたか、8月ぐらいの誕生日かな、完売したよって聞いたような聞いてないような、振り替えとかのあれが使ってもうしましできなくなったとのは結構聞くんですけれども、なので皆さん待ってます。でも多分ね、関東らへんに住んでる方はパシフィコ横浜の直接を多分結構というか投げる方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、あの関東の方には行けないよって方はぜひオンラインの方をお待ちしてます。全部の時間、最終時間がやっぱり皆さん来やすいのかな、逆に日曜日だから最終時間聞きにくいのかな、日曜日だの、オンライン全部日曜日で、あのパシフィコ横浜の時が土曜日なんですよ。他の他は日曜日だからさ。でもね、今回7時間目までしかないよ、オンライン。前までさ8時間目まであったからあれだったけど、みんな最終時間とか待ってます。コスプレしようと思ったけど、もう逆に私お話し会なんか私服で参加してる率た、あの低い気がするから、ちょっと私服で参加します。みんな待ってます。完売っていう文字が見たいです。よろしくお願いします。みんなで頑張ろう。
すごいみんなツイートしてる。みんな M して終わったな。わざんだ。わあいいな、ティッシュ M してティッシュ。わあみんな楽しそう。みんな M してティッシュと写真撮ってる。いいな。お待ちしてます。こっちがオンラインでこっちが直接。もうクリスマスといえば私のペンライトカラーやわ。イエーイ。横浜完売。完売できたら嬉しいけど難しいかな。前回完売できた。でもまあその分お話し会監視枠来て開けれたからイエイイエイって感じだったけど。待ってます。来てね。でも無理はしないでね。生活ができなくなったりとかしたら辛いから。でも来てほしいなって感じなので、よろしく頼ますで。たくさんの人をお話しできますように。確かにもう列が途切れないことを願う直接の時はね、特にオンラインの時はさ、みんなね寝てたりとかしたらあれだけど仕方ないけれども、待ってる、みんな待ってるよ。でね、ちょうどね昨日の恋ラジの帰り道にマネージャーさんと、そろそろ9枚目くるんじゃないですかねとか言って言っとってね、でもお話し会のやつとかそろそろ考えてた方がいいですかって言ったら、でもまだだと思うけど準備は大事だから考えておくのもいいかもねみたいな会話をしてたんですよ。だからでマネージャーさんもその時点でその日程とかは知らんけどなんかあるかもしれんみたいなを聞いとったらしくって、だから今日ねそのマネージャーさんと会って、私昨日言ってたのやばないですか、さすがに天才すぎませんですかって言ったら、そうびっくりしたみたいに言われて私の、ね、想像っていうかすごい、ね、絶対そろそろ考えてた方がいいっていうのがもう天才すぎた。さすがにさすがに天才すぎた。でも今回は半分がねサンタコスだったからちょっと私服にしますね。みんながどこの時間がおすすめですかって方は7時間目最終時間がおすすめです。次の日がねお仕事だからあれかなって思うんですけれども、よろしくです。クリスマス当日サンタ衣装って最高じゃない。12月17日もサンタ衣装。
そう、現地でお話し会を申し込める。みんなこっちばっかり申し込んだらダメだよ。こっちばっかり申し込んでオンライン0人とかやめてよオンライン0人とかつらいからやめてね、やめてね。わかるけど、直接申し込みたい気持ちも、でも直接ってなると10月11月話せないんだよね。ね、わかる。月に1回え、だってこの前の8月11日から昨日明日のやつ、まあ1ヶ月ぶりなんですよ。それでもえ、めっちゃ久しぶりってなるのにもうかかわらず、こんな12月だけしか申し込まなかったら9月23日に終わるかな、10、11月どうするの。話せなくてムズムズしないですか。まあみんなはショールームでソラハの顔が見れてるかもしれんけど、ソラハからしたらみんなの顔が見れんからな。コメントでしか声は聞けれんからな。みんなを声が聞けて動いてる私が見れてもダメだぞ。みんなの読みなんて分かるんだからな。みんなオンライン0人とかなったらさすがにもう悲しむよもう一生もう一生じゃないな、1週間ぐらい配信しなくなるよ、そのオンラインお話し会が終わって1週間。本当に泣くぞ。毎回思うけど、オタクはクリスマス違うよ、クリスマスの予定をもしっていうか、そのね、相手がさ、あのこう女性がいたとしても男性がいたとしても、その人と過ごすより私たちアイドルと過ごしてほしいから、めっちゃ前から予定をもう出すんですよ。じゃなくて、みんなは空いてるだろうっていうのじゃなくて、みんなが他の人とあの過ごすんじゃなくて、こう私たちと過ごしてほしい、私たち以外と過ごすんじゃないっていう意味で、もう何これ、何ヶ月前、3ヶ月、まあ、約4ヶ月とか前に予定を言うんですよ。そっちなんだ。みんなの予定は3ヶ月前だからだったら、まだみんながお仕事とかないかもしれないじゃないですか、わかんないやん。だからもう先にもうシナノソラハと予定があるって入れとってほしいからよ。わかる？わかるか？シングさん、だるまありがとう。何ポケトークってなんだろう。みんな月に1回は話そう月に1回は生存確認しよう。こういう口が達者のとこ好き嘘でしょ。私は自分がそういうとこ嫌いなんだよねめっちゃさ、はじめましてとかさ、人からしたらさ、ちょっと調子乗ってんなこいつって思われそうじゃん。だから好きじゃないんだよ。ありがとう、そうやって言っていただけて嬉しい。そう、休みをもう取ってて、この4日間、日曜日だからまああれかもしれない、土日だからあれかもだけど、ダメよ、他のアイドルさんのライブとか他の48グループさんのライブとかお話し会とかあってもダメよ。私たちのが先に予定入れてるんだったら絶対ダメだからね。私たちこの日はもう絶対ステイユーデイだからね。みんなダメだよ、他のアイドルさんがこの日に入ったとしても絶対優先は私たちなんだからね。ダメだからな。それのインストライブなのかな。クリスマス去年あったよね、やりたい。オンライン、え、だってね、現地好きの方が私のファンには結構多くて、それで離れちゃった方も結構見てきてるので、
でもオンライン終わったらね、いろんなところから参加できるから。関東のお話し会に参加しない方はぜひ来てください。公園で生存確認はダメ。もし席が遠かったらどうするの。近くなかったらお見送りでしか分かんないじゃん。2秒ぐらいのハッでしか生存確認できないじゃないか。こんばんは。12月1日、ほんとじゃん。12月1日、東京行ける。どんなセットリストになるんだろうな。11月ぐらいから動き出すのかな、七並べのライブ。こんばんは、はじめまして。 STU48 ドラフト3期生の信濃空葉です。19歳の兵庫県出身です。もしよかったらルームフォローとツイッターのフォローお願いします。みのさん、ハートありがとう。ぜひルームフォローもここら辺にね、プロフィールからツイッター見れるのでお願いします。ちょっとリツイートしよう。みんな見てくれてると思うけど、今お話し会のお話をしているのでリツイートしました。うわ、ユミリンさんからいいねや。やば、ユミリンさんからいいねもらったよ。あ、嬉しい。ユミリーさんからいいできました。いいでしょう、いいでしょう。メンバーのいいねは嬉しいよ。メンバーのいいね、ツイッター開いて、私ファンの方とかの全員の通知を取るようにしてるんですけれども。うわ嬉しい。ユミリーさん多分あれだわ、あのハッシュタグ ST48 初めての M ステっていうタグでツイートしてるメンバーのやつ全部いいねしてくださってる。優しすぎる。今リツイートしたのでぜひよろしくお願いします。あ、通知っていうか、あのこうピコンピコンピコンじゃなくて、あのベルマークみたいな、ベルのマークのところから見れるやつ。フォローしてる相互フォローの方以外の、普通にファンの方とかのあのいいねしてくださった方のこうアイコンが見れるみたいなやつ。ええ、そう、空もみはるちゃんからね、いいね来てたよ。あの ST48 来たーっていうやつに多分ね、いいねしてくれてたから。え、てかみはるちゃん結構いいねしてくれるの、優しそう言うと。会いたいよ。じゃあ他のグループさんと関わりがあまりないからね。ファンの通知も許可してたらいっぱいなら、分からん。通知っていうか、この上に出てくる通知じゃない通知だから、通知欄ピコンピコンとか上から出てくるのはさすがにやってないけど。見て、ティム、これファンの方からいただいたんですよ。これね、そのこの前ね話してた GU でのミニオンって今コラボしてるんですけど、それを買うか迷ったけど、ファンの方が送ってくれ、なんか送ってくださるかなと思って、買わなかったら案の定送ってくださった方がいて、今日はティム、めっちゃ茶色。ティム、ティム、ティム、こんばんは。
美しいその花ずっと守りたいよ、ララ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 ラ。じゃあ23時ぐらいになったら歌おうかな、花だれ。今多分歌いだしたらね、もうあれなんだよ、今歌いだしたら多分12時まで歌っちゃう。そうだよそうだよそうだよ、みんなそうだよ、生誕祭今日でもう終わりだよ、配信みんな見た？いっぱい。ちなみに私は見ていません。でもあのそのマイカーライングループで定点の動画ならいただいたのでいつでも見れるんですけれども、私はなぜ見ないとかという見てない、今まで見なかった、1ヶ月間見てないのかと言いますと、あのですね、あの自分の顔しか映ってないらしいんですよ本当に。もう私もう生誕祭でもうすごい空欲しいらしくて、自分の表情とか結構嫌なので、歌われとかならいいけど、こう後ろもこうやってね、こうやってなんかやってる時とかもあるらしい。だからそれがすごく恥ずかしいので見ていません。定点で見ます。今から見て間に合う？やったら実況配信しちゃう？何時間あるんこれって。あ、全然2時間ある。え、なんで2時間もあるん？あー、研究生ちゃんのやつか。じゃあそういうことか、研究生ちゃんのもあるのか。本編始めから見よう。あ、私の鍵穴急に始まる。自分の鍵穴どんな声か聞くわ。あちょっと喋りづらそうだね。この時めっちゃ頑張って喋った。大変そう。はい、これのね、裏側を言うと、私はめちゃくちゃ声ちっちゃい声で言ったんですよ。あの普通の大きい声でこんな感じで本日はっていう感じの声でやったら、もうマジで一文読んだだけで咳が止まらなくなるので、本日はみたいなこんな感じの声でやらせていただいて、そう、音響さんにね、もうびっくりするぐらいびっくりするぐらい上げていただいて、やっとこの音量になってました。実はその昼公演が終わった後、夜公演との間に、まあ、1時間ちょっととかあったんですけど、もう本当にめっちゃもう苦しくてしんどくて、あのステージ裏みたいな、なんかその袖でね、ずっと待ってたんですよね。じゃあ音響さんが来てくださって、マイク調節してくださる方が来てくださって、あれ鍵穴次だよねみたいな、あれだったら声音量めちゃくちゃマックスにするから小さな声で喋っても多分聞こえると思うよみたいな言ってくださって、その優しさに甘えて声を小さくして、こんな感じで本日は来てくださりありがとうございますみたいな感じで喋ってました。あ、咳した。え、なじゃあ何曲かな、君をや、何曲だけ、何曲か聞こう。何曲がおすすめですか、皆さん。皆さんこの何がおすすめですか。
私の生誕祭の公演で新シーンで見ようじゃん。配信を見た方教えてください。何の曲がおすすめですか？個人的には一杯の水見たいんだよね。一杯の水、一杯の水。他なんかないかな。一杯の水あー、アゲハチョウ。何分？あ、一瞬の一瞬のスリルも聞きたいな。オリックさん出る前ありがとう。シカシカも聞きたいな。シカシカ、じゃあ初めからちょっと見よう。生誕祭見まーすうわすごい赤やわ、赤一面。あ、緑シティシカラシカ、セットセブンからやってる曲だから。うわすげえ、赤と緑だ。いや、スカモン。どんな感じなんだろう。初め超緊張してると思うんだよね。うわ、もう私やん。私もう私、もう私やけど。赤い私が映っとる。あ、すごい、ちゃんとカメラにレスしてる私うわ、前髪巻きすぎてめっちゃ眉毛見えてるはず。ほんと大事な時にね、前髪巻きすぎちゃうんですよ。めっちゃ眉毛出てる。めっちゃ眉毛出てる。見てみんな。恥ずかしい、こんなんで整体取ったん私。うわ、カメラレス来た。嬉しい、嬉しいじゃない嬉しいじゃない。みんなはでもこれが嬉しいってなるのか、カメラ、配信で見てる方は。めっちゃ眉毛で、めっちゃ眉毛出てるから見てほしい。そう、今日までなんですよ。今は34分45秒うわー。本当に見てほしい。DMM に加入してる方は今今日で終わっちゃうソラハの生誕祭の配信を今見てるんですけれども、このなんか私ね、結構ね、なんかなんていうの、気合入ってる日、気合入ってる日は結構ね前髪を巻いちゃうんですけど、踊ってる時ずっとこんなんです。マジでマジでこんなん、めちゃくちゃ短い前髪が、本当に眉毛なんだけど、これで踊ってたの恥ずかしいな。めっちゃ私やん。これはちょっとやだ、私すぎん？めっちゃ私ですね。そしてあほー、じゃあ前半ブロックは一瞬のスリルも見ようかな。次は一瞬のスリルです。あ、ウィンクしてる。顔変やな
可愛いと思わない私これ自分みんなこれを見て可愛いと思ってくれてるのが嬉しいんだけど。嬉しい、私可愛くない生誕祭なのにマジで前髪巻きすぎてるし。え、何目うるうるしてるこれもしかして。楽しそう。でもでもめっちゃ楽しそうなんですけど、すごい。こんな楽しそうなんだ私。ちょうど今日も踊ったわ。めっちゃ楽しそう。楽しそう。すごい後ろ姿可愛いと思った。だってまだねー。こんな顔してんの本当に。なんかずっと歌っとる私自分の歌割りじゃないのに、ちょっとうざいな。なんか先生からはすごい言われるの、シナノは自分の歌割り以外も歌っててすごい楽しそうだし、めっちゃそれで表情も歌詞によって変わるし、ダンスにもそれが伝わる最近ってすごい言われるからね。あれなんだけどね、めっちゃずっと歌っとる、ずっと口動いてる私。かっこつけてる私がフラストレーションじゃあフラストレーション見ませんね、ちょっと恥ずかしい、飛ばそう。ユニット曲みたいな、ユニット曲。私多分めっちゃ初期の頃から歌ってるんですよね。なんかその小さい頃になんか公民館でね、なんか週に1回1時間か1時間半ぐらいあるダンスをちょっと習ってて、でもそのダンスはそのアクターズスクールみたいな感じじゃなくて、楽しくみんなでやろうみたいな感じのダンスだったんですけどね。それで AKB さんのやつとかやったことあるんですけど、その時からめっちゃね、そのダンスはね、自分たちが歌うやつじゃなくてただダンスをするだけみたいな感じなんですけれど、その時からずっと口を動かして歌っててですね。でその時のなんか先生からも、ソラハはなんか他の人はただこうやって踊ってるだけなのに、ソラハはちゃんと口も動かしてるからめっちゃいいよねってすっごいその先生に褒められた記憶があるんですよね。それがアイドルになってからもやってて、多分マジでガチの初期からずっと歌ってる気がする。自分歌割りじゃないのに、歌割りじゃないのに歌ってる。待って、ユニット夢へのルートが先にあるのか。たくやさん、ありがとう。夢へのルート見たいな、いい歌詞やから。夢へのルート見よう。23時、あ、やばい。夢へのルート見ます。センターはみほりやりますね。今58分ジャスト、58分ジャストの夢のルート。何曲か今は自分の生誕祭をがね今日までなので、もうあと57分後にはもう見れなくなっちゃうので、それを定点は私はいつでも見れるので、定点じゃないこう顔みたいなやつで今見てます。
全部は見れないので、こう全曲の中から何曲か選んで見てます。ちなみに今は夢のルート、楽しそう。楽しそう。中で自分が何番目か、今の居場所を知って、また頑張ればいい。え、なんか泣きそうになってる。え、泣きそうになってる。でも次のマイカー公演がほのたんさんの卒業公演だからな。はじめまして、 ST48 ドラフト3期生の篠田空葉です。19歳の兵庫県出身です。よろしくお願いします。よし、アゲハ町まで飛ばします。今アゲハ町入ってきました。スタンバイ中です。あ、じゃあアゲハ町部屋だ、恥ずかしいんだけど、なんか大人っぽい曲調だから。てん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 、え、恥ずかしい、自分の歌いじゃないのに、なんか映ってる。やだ、なんか自分やだ。アゲハチョ、同期の基本基準上だ、さなぎから羽まで半円だ、好きだか愛してる、あなたの甘い蜜まで止めない、アゲハチョ。かわいい、ゆうかちゃん、うわ、めっちゃ笑っとる。うちあんまりこの曲大人っぽい顔しなあかんのに、めっちゃ普通のソラハのだな笑顔があった。やだ、恥ずかしいね、自分の生誕祭。しかもさ、16人公演とかだったらさ、ちょっとさ難しいじゃないですか、後ろの方とかだったら。でもさ、6人公演だからさ、後ろの方でもさ全然めっちゃ見えちゃうからさ、来年は花だれ公園とかかな。ゴゴリバ、ゴゴリバマイカ、あ、ん？ゴゴリバ、ゴゴリバマイカ、僕恋マイカだよね、私。
レディオネームを聞きたいな。レディオネームを聞きます。自分のセンターの曲なので。今は私の生誕祭を見てます。ちなみに今レディオネームです。オンラインめっちゃ楽しそう。うわっ、あ、レスストルズ、うわ、レスしとるわ私。え、アイドルっぽいめっちゃレスしてるとこアイドルっぽかったよ。なんかちょっと、え、めっちゃアイドルっぽかったんだけど、こんなもんなん。私全然アイドル自分っぽくないと思ってるんだけど、結構アイドルっぽかったレス送ってるとこは。なんかアイドルっぽい、結構こんなんなんだ公演中。ガチ楽しそうフフ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 。しかもレスしてるところなんてさ、見えひんやないですか、あんまり。あ、パセとミホリンが指揮者やってた。これはいつもやってるんかな。ドリミファスラハっていうことやから指揮者やってくれてたんかな。むちゃくちゃ言うとる自分、めちゃくちゃめちゃくちゃ言ってた。お便り、お便りに、え、お便り、え、最悪、え、え何、気合と根性と筋肉と食べ物といろいろでして、え、自分の自分、え、超なんか意味わからんこと言っとるやん。お便りに対してめちゃくちゃしとるやん私自分の生誕祭え、私めちゃくちゃしとる自分の生誕祭やから言うて、気合と根性と何を言うとるんやろ。次何聞く？一杯の水？一杯の水。明日1時間目、お、よろしくお願いします。明日は1時間目、2時間目、4時間目、5時間目です。4時間目がツーショット。一杯の水を拾う、今です、今からです。30秒、1時間21分30秒のところ見てます。あ、気づきました。いつも笑わないのに笑ってる。私のこの瀬戸イエローだったことを思い出してじゃないね。みんな瀬戸イエローの時の黄色のペンライトカラーにしてくれてて、めっちゃ笑ってる。私いつも笑わないんですよ、瀬戸セブンの一杯の水の披露する時のイントロのチャチャチャン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 っていうとこはガチで笑わないんですよ。なのにめっちゃ笑ってた。めっちゃ嬉しくてね、これは自分の生誕で黄色にしてくれてたからめっちゃ笑ってる私。え、めっちゃ笑ってる、ずっと笑ってる。え、ずっと笑ってるんやけど、ちょっとカッコつけて私。え、なんか泣きそう、これ、泣きそうな顔しとる。え、泣きそうな顔してる一杯の水の私。
泣きそうだからめっちゃなんかめっちゃ笑っとる。泣くのをこらえてめっちゃ笑ってる。だってこの6人の中だったらもうオリメン1人だからね。ユミリンさんとココアさんとマイハさんはいるけど、この自分の生誕の時はねオリメンが1人だから、そう思うとめっちゃ笑ってる。あー泣きそうだ。なんか私本当にさ泣きそうな顔ブサイクすぎる。でどうやったらさ泣きそうな顔を可愛くできるか教えてほしい。本当にね泣きそうになる時とか泣いてる時の顔本当に可愛くないですよ。私ベスチの中で一番可愛くないんですけど、どうやったら可愛くなるか教えてほしい。このあとはあれですね、美しい稲妻だ。美しい稲妻は制服の重さ、制服の重さは自分センターだから聞きたいな。あでも聞きたい、これ聞きます。美しい稲妻も今めっちゃ澄ましてるんやけど顔、自分の気持ち悪い。自分のなんかかっこつけてる顔めっちゃ気持ち悪いんだけど、すごい嫌だ。自分のなんか変気持ち悪い。嫌だね、それをドアップっていうのが嫌だ。ゆうかちゃんかわいい。恥ずかしいね。マジこの日さ本当に目びっくりするぐらい腫れてるからさ、もう大変なんだけど目が。ゆうかちゃんかわいい。初訪問の方はびっくりしちゃうよね。なんでそんなイヤホンして携帯見てるのって。今は自分のもう今日でね見れなくなっちゃう自分の生誕を見てます。箇所箇所で見てます、曲曲で。後から定点で見ますね。定点のが自分好きなので、ダンスのソロは揃ってるとことかそういうとこも結構見たいので、から定点を言います。定点はよく見るんだけど、このドアップの時あんま見ないんですよ。しかも定点って結構私後ろの方からの撮ってるやつをよく見るので表情が見えないんですよ。だからちょっとびっくりしてる今。私は定点派だったのでめっちゃ恥ずかしい。そういえば昨日ね夜中に
あの普通に用があったっていうかあれだったね、パセと LINE してたんですよ。で本当にもう1時ぐらいに LINE したからね、もう寝たみたいな、もう寝るって送ったら、ソラハさんの生誕見てますけどなんかパセさんマジさ、ずっと私の生誕見てるんだよね、マジで。多分パセが一番ファンの人より見てる気がする、マジで。え、なんかこの前もなんかお仕事の移動中長かったからソラハさんの生誕見ましたとか、なんかもう本当にね、もう私何回言いましたよとかめっちゃ言ってくれるの。え、多分ね一番パセが見てる私の生誕、めっちゃ恥ずかしいんだけど。しかもね定点アーカイブないじゃないですか、めっちゃ恥ずかしくない？自分の顔面めっちゃ見られてると思うとめっちゃ恥ずかしい。しかもこんな顔調子悪い時に、やだ。めっちゃ恥ずかしいね。え、リコチ顔強っ。てかリコチ本当に、リコチめっちゃダイエットしてるんですよ。もうマジで痩せてめっちゃ可愛くなってる。今までもめっちゃくちゃ可愛かったのに、今本当にダイエットして顔もシュッとしてね、めっちゃスタイルガチいいんですよ。足もめっちゃ細くなって、え、マジで可愛い、もう可愛い。うわ、この日ストレートにしたから髪が綺麗だな、めちゃくちゃ。やっぱメイクさんの力ってすごいな。この日のリコチの髪の毛マジ可愛い。終わった。制服のうまさん、チャンスの順番聞こう。チャンスの順番好きなよ自分。チャンスの順番聞きます。サラハン、サラハン、サラハン、サラハン。だんだん前髪が落ち着いてる、やっぱ汗かいてるから。マジで初めはもう前髪こんなんで披露したんですよ。でも汗で巻きがいい感じになって、ちゃんと眉毛が隠れてる。あ、隠れてないわ。今はチャンスの順番です。皆さんにこうお見せできる、できないのでね、ふいふい、悔しいんですけれども。ていてもシャワーがない、じゃんけんみたいに、うん、めぐるもの今までついてなかった、今度は君の番だ、チンケちゃん。すごい、泣きそうになったる、うちペンライト綺麗だったな。赤と緑の前と後ろに分かれてるやつ。ルーマで君は今まで以上にどんな時も輝いている。え、
私生誕祭のとこ見たくないんですけれども、見ないといけない、見た方がいいですか？生誕祭のソラハお誕生日おめでとう、今日はソラハの生誕祭です、お誕生日を言いましょうっていうとこ、私は見たくないんですけれども見た方がいいですか？嫌なんよ、自分の意味わからんこと話しとったやん。だって自分マジで本当に言葉何言ったかも覚えてないけど、見た方がいい？じゃあ見よう。じゃあ時間をね、みんなとラグをないように、ラグがないように、じゃあ今の時間を言うので、何秒ラグなってるのかちょっと計算してください。ちなみに今23分45秒になりました。あ、これは現時刻です。23時20、ちょっと待って、生誕のところとりあえず飛ばそう。生誕何分？あ、いっちゃった。何分からにしようかな。じゃあ1時間56分20秒のところからスタートしますね。シナノは23時25分30秒からスタートします。1時間56分20秒の今から生誕祭ですっていうところを見ますね。みんなとラグがあるから。やだ、ゆうかちゃんの手紙に泣いちゃうかもしれない。あ、鼻で歌うから待っててね。来ますよ。5、4、3、2、1、ポチ。さらはお誕生日おめでとう。ソラハソラハ楽しそう。ケーキのキャンドル、すごいなんかカメラに向かってめちゃめちゃアピールしてます。これ絶対生誕のさ曲長いよね。リコチが歌ってくれたんですよ、多分めっちゃ長かったから。あ、バースデーソング。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアソラハ、ハッピーバースデートゥーユー。
で私さなんかさリアクションが全部大きすぎてなんか全部嘘にこんなんなのめっちゃ嘘っぽいリアクションするやんなんか私ほんまなのに。あお手紙ですよあははは一応ワクワクしてる誰か分からなくて。めっちゃ顔やば目ん玉出てるじゃん私。えそう「沖優香です」って言った時にめっちゃ目飛び出た。めっちゃびっくりしてる私がずっと。今は自分の生誕で優香ちゃんが手紙を優香ちゃんの手紙を今優香ちゃんが書いてくれてます。あ書いてる読んでくれてます。優香ちゃんの真似が入った私の。懐かしいな。祖母のような気持ちで。すごい。ソラハのすごいところを今から言ってくれます。ゆうかちゃんが泣いてる。めっちゃ泣いてる私。ええめっちゃ泣いてる。やだ。懐かしやばいね超感動するね泣いてないけど。え、ゆうかちゃんの手紙ってよくないね。ゆうかちゃんの涙もよくないわ。
ちょっと待って、もうちょっとりゅうかちゃんの手紙終わるけど、そらはのスピーチ聞きたくないな。自分の聞いといた方がいい、自分のスピーチ。どんだけ語彙力なかったかちょっと聞こう。恥ずかしい、無茶難題、めちゃめちゃハード、もうやだ恥ずかしい。あ、私のスピーチになります。みんなゆうかちゃんにお手紙書いてくださいって言ってくださった方ありがとうございます。はじめまして、 ST48 ドラフト3期生の信濃空です。19歳の兵庫県出身です。今はですね、今日までの配信、今日にもう配信が終わってしまう、私の今年の生誕祭を見ながら見てるんですけど、見ながら配信させていただいてます。ちなみにもう生誕のラストを見てます。曲は飛ばし飛ばしだったので、今は自分のスピーチを聞いてますね。スピーチしてます自分が。ほぼの方ちょっと無言になります。多分3分後には喋ってると思うので、ちょっと待っててください。自分の生誕見てます。いい背中を見せたい、シナのソラハ頑張るど頑張るど。ノリでいきました今年のスピーチは。なんか真面目なこと話しとる私が。私が真面目な話しとる自分の生誕祭で。え、やだやだやだ。やだ。楽しそう。用意してもらったりとか。お礼してます、今七並べのお礼を。笑っちゃう、ここ自分の声が急になる、高くなる。19歳の選抜メンバーを
目標にします涙が出そうだったからめちゃくちゃこらえようとしたら声が高くなってしまいました。すごい恥ずかしいね。え、はずっ。なんか気持ち悪いね。なんかめっちゃ真面目な話しよるわ、うち変なの。19歳、ちゃんとアイドル続けるらしいです。めっちゃいい曲なので、おもろ、テレビ関おもろっていうのもあれけど、テレビ関係の方に媚び売っとる私絶対見てないのに最後の最後に咳が出ちゃいました。終わりました、自分のスピーチ。汗が泣いてる。パセが泣いてた。パセずっと泣いてんじゃん、やば。かわいい。いや、パセは本当はいっちゃん端にいたはずなのに、写真撮影になるってなったらいつの間にか私の横にいて、でこれびっくりしたんですよ。でその後に聞いたんですよ、なんで私の横にいたのって。だからリコチがおいでって言ってくれたらしいです。リコチがこっちおいでって言って、なんかブブブって、でパスが来たらしいです。はぁ、キングさん持ちありがとう。やばい、あと18分だわ、18分だわ。ではうたいます今日。あなだれ
鼻だで歌います。やっと歌う。次の生誕までに、いや本当よ、その次の生誕までにね、あとその何枚シングルが発売されるか分かんないけど頑張りたいね。変わりました。これはなぜ変わったかというと、カラオケをするからです。カラオケをするからです。はい、もしこの世界から公共が消えたら、争うことなんかなくなるのに、ララ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 、誰かと誰かが自分のものだとお互いに言い張った。どこから眺めていたって美しい花は変わらず美しい。奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられる。もしこの世界から公共が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのだろう。そうただ一つの地球の上、ララ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 。生まれた大地がどこであろうとも、日は沈みまた昇る。希望はいつでも僕らの頭上に平等に降り注ぐ。日向も日陰も儚く、誰のものか決められないだろう。笑顔も涙も独り占めなんかできないよ。もしこの世界から公共が消えたら、多分困る人がいるんだろうな。この線のここから入ってくるなよと、勝手に旗を立て孤立するだけ。数えきれないくらいの花が一面に咲いていれば、みんなの足元がどこなんて気づかない。幸せを分けてあげよう。もしこの世界から公共が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうしてなんのため線を引くのだろう。そうただ一つの地球の上、もしこの世界から公共が消えたら、争うことなんかなくなるのに、見えない線ばかり勝手に引いたって、僕たちは自由を諦めない。美しいその花ずっと守りたいよ。ララ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 。初め間違えちゃった。今日エブしてもすでにSTU のところ3回ぐらい聞いたから、ショートバージョンを
音楽番組用のショートバージョンの方になっちゃってた。間違えちゃった。デヘビロバー。たくやさんハート、ミロさんハート、カイトさん天然うなぎさん、バンジェラモンスターさん、 STU うさぎちゃんさん、音符イキアスさん、バラ、スージーヨシさん、ペンナイト、ありがとう。見えない線ばかり勝手に引いたって、テレビバージョンは短くなっちゃう、ラララララララ。数え切れないくらいの、ここのその D メロのところの今日の千穂さんめっちゃ可愛かった。いや笑顔めっちゃすっごいドアップで映ってた気がする。D メロ。数え切れないくらいの花が一年に咲いていれば、うん、あと12分だって、やばい。普通の配信画面に戻ります。戻ったよね。残り12分だ、早っ。花が一面に咲いていれば、こんばんは。明日は1時間目から早起きしないとなのに、まだお風呂に入ってないってことは、今日は寝るのは2時過ぎるで、明日起きてメイクして準備してとかしないとだから、明日やい。キャスター尊い、ありがとう。今日は2時間、久しぶりに24時までする気がする。久しぶりに24時までやる気がするよ。そう、ママが電話で起こしてくれるかもしれない。明日お話し会よろしくお願いします。明日はドラさんでお揃いをします。写真を多分ね、2人とも時間多分かぶるから写真撮れる気がするので、お楽しみに。ちなみに私服ではないです。コスプレですね。コスプレ、さあ何のコスプレなんでしょうか。お楽しみです。お楽しみにです。1時間目だから本当に鍵開けの方がもう初めて知る、どんなやつを着るのか。花が一面に咲いていれば、あとね、今日からお話し会の受付が、新しい日程の受付が始まりましたので、皆さんよろしくお願いします。オンラインはこちら3日間、最終日が3対象となります。今月の9月23日で8枚目シングルの終わるんですけど、追加でこのオンラインは3日間、直接は1日追加されたので、よろしくお願いします。完売目指して頑張りましょう。こっちが直接です。直接はね、パシフィコ横浜なので、関東の方は特にお待ちしてます。私が関東に行くことはマジで珍しいので、お待ちしてます。よろしく。完売目指してます。最終時間が特におすすめです。よろしくです。10月とね、11月はこの 2日間しか話せないので、月に1回、12月はね17日直接と
25日があるから2回話せるんですけど、10月と11月は1回ずつしかないから、もうこの日を流すとこの月は話せないのでお待ちしてます。まあ、みんななら来てくれると思うんですけれども、待ってます。同じ衣装か分かんないけど、サンタの服着ますけど、12月はなので私服が、8枚目シングルも私服を着てる時があんまりなかったので、10月と11月は私服で行きます。どんなのかはお楽しみに。これ11月とか絶対めちゃくちゃ寒いから、どんな服装で行こう。オンライン待ってます。オンラインも直接も、皆さんがね関東行けないなって方はオンラインで毎月お話ししたい、関東行けるよって方は特にじゃあ10月と11月話しましょうって感じですね。最終時間が完売目標にしてますので、よろしくお願いします。リアル年に何回もない STU はもうすでに年に3回はやりましたよ、今年リアルでは。今年は4回か、4回目リアル楽しみ。でもその代わり今回はその感謝枠っていうツーショットとサイン会がないので、お話し会のみとなるんですけれども、よろしくお願いします。今日は STU48 が M ステに出演してしたんですけれども、まあみんなね、ほとんどの方はみんな見てくれてると思うんですけれども、見てないよーって方は録画とか、録画で見れるのかな、わかんないけども、録画している方は見てください。もうリアタイしたよって方でも録画してたら見てください。もう ST のとこだけ見よう、いっぱいリアルタイムじゃないとね、その何回見たかとかはわかんないけど、いっぱいいっぱい見てみんなも踊れるようになろう。踊れるくらいになりましょう。花だれこんなにね、いろんなところで話題になっているので、みんなも花だれ踊れるぐらいもう目に焼き付けてください。今日のやつは特にあとオンラインお話し会とか直接のお話し会の日程とか画像を作ってツイートしてますので、よろしくお願いします。リツイートと、でもね一時はね、今日の18時から1時が始まったんですけど、1時が12日の月曜日ですねまでで、確かなんか1人3枚1種類につき3枚とかなので、あまり買わない、後半からにしようかなって思う方も、後半って言ったらもう忘れちゃうかもしれないので、早め早めが大事ということで、皆さんぜひもう今日この夜あと寝るまでの時間にポチッとしてくださると嬉しいかもです。よろしくお願いします。でもね、結構本当に8枚目そのツーショットとか鑑賞ツーショットで初めましての方とかもいたので、できるだけいろんな方と、そしてお話しして一人一人のことをもっと知って仲良くなって行きたいなって思います。うえ、待って、57分早っ。13位、カイトさん、12位、タルボーさん、11位、バンジャラモンスターさん、10位、TT さん、9位、ゼータンさん、8位、スーさん、7位、クキンさん、6位、タクヤさん、5位、スージヨシさん、4位、オリコキさん、3位、ミロさん、2位、天然ウナギさん、そして1位はイキャスさん。ありがとうございます。今日は夜遅くまでしてしまってすみません。
明日お話し会1時間目から参加の方もね、私と同じかあまり寝れないかもですが、よろしくお願いします。明日は1時間目、2時間目、3時間目が空いて、4時間目がツーショットで、5時間目がお話し会です。さあ、どんなお洋服で登場するのか、お楽しみ。明日は早起きできますように。ではでは、あっという間だったな、M ステ発表されてからの1週間が。あっという間に M ステが終わっちゃった。うぅ、早い、早いよ。では明日の何時からだ、11時からか、11時からよろしくお願いします。11時からですね。お話し会よろしくお願いします。ありがとうございました。ではバイチャラポー、またね、おやすみ中。まだあと50秒もある。あと50秒もあります。ありがとう。後半自分の生誕見て超集中してたけども、ありがとう、みんな見に来てくれて。早く寝るんだよ。そして土日お休みの方が多いと思うので、しっかり体を休めてください。明日はお話し会、明後日は公演、みほりんとりんこちゃんの生誕祭、よろしくお願いします。ではバイチャラポー、またね、お休み中、ありがとうございました。またね。